ヘルベルト・シュネーデル・バッハヘルベルト・シュネーデル・バッハは、ドイツの哲学者、フンボルト大学ベルリン名誉教授、フランクフルト学派に属し、ユルゲンハーバーマスとカール・オット・オーアーペルの流れを組む人物。主著は、反省とディスクルス。他にも多数の著作があるが、日本ではそのうち一部が和訳されているだけである。チューリン原州アルテンブルクで生まれ、2歳の時に、家族で、 ブレスラウに移る。その後ライプツヒやラインラントップファルツ州ランダウなどで過ごし、1955年にアビトゥア資格を所得。フランクフルト大学に入学し、哲学、社会学、ドイツ学、歴史学などを学ぶ。テオドール・アドルノの指導を受け、1956年に論文、ヘーゲルの主観的自由の理論で博士号を取得。1970年に 経験、基礎づけ、反省から実証主義を超えてで哲学教授資格取得。1971年フランクフルト大学教授。1978年ハンブルク大学教授。1993年フンボルト大学教授。1988年ドイツ哲学会会長などの職を務める。2002年フンボルト大学名誉教授。ありがとうございます。